世界一栄養価が高い果物としてギネスにも登録されています。ちなみにアボカドはアボガドとも言われていますが、正式にはアボカドですね。アボガドやったらもう点々多すぎやんってなるもんな。始まりました、フルファミチャンネル。こんにちは、あやです。はい、本日は森のバターと言われるぐらい栄養が満点のアボカドについて紹介していきたいと思います。アボカドの知りたい情報はここに詰まっていますので、ぜひ最後まで見ていってください。フルファミチャンネルでは、果物で家庭に笑顔と感動をお届けするために、フルーツの美味しい楽しい情報をお届けしています。チャンネル登録がまだの方はぜひフルファミファミリーになってくださいね。本日の内容はこちらになります。なんだろうな、こんなんなってんのかな。概要から項目ごとに飛べるようにしていますので、気になるところから見てみてください。お、すげえ、これは何、すごい機能が発達していますね。発達していますねとか言って。はい、では1個目、アボカドの歴史、豆知識からいきたいと思います。私もアボカドについては全然何も知らなくて、実は今日これで知るって感じなので、一緒に勉強していきましょう。アボカドはクスノキ科ワニナシ属の果物です。甘みや酸味がなく、サラダや、お寿司のネタなどにも使われるため、野菜と思われがちですが、果物に分類されます。なのでフルーツファミリーにも置いてます。はい、主にメキシコで多く生産され、その土壌や気候がアボカド栽培に最適で、年に4回も収穫することができます。日本にあるアボカドもほとんどが輸入のメキシコアボカドになります。また違う回でも言ってたんですけど、メキシコ料理でよく食べるよねアボカドって話をしたけど、やっぱりメキシコが主な生産地みたいですね。はい、日本に外来したのも約100年前ってことは、結構おニューな感じの多分種類なんですかね、100年前ってことは。本名、英語の名前はアリゲーターペアーって言います。全然アボカドちゃうやん。アリゲーターペアーっていうのが日本語に訳すとワニのなしという意味。そうなん、アリゲーターってワニ、ほんでペアーがなしってことっていう意味らしくて、表面がワニの皮に似ている。あー、確かにな、確かにな、ワニの皮に似ていて、形や身のなり方はなしのよう。おー、なるほどな、確かにそれはわかるけど、なので漢字にすると、あ、漢字のほんまにワニとなしでアボカドって言うらしいです。アボカドの皮がワニに似ていて、なしみたいな身のなり方やからワニなしっていうところまで分かってないと、ワニなしだけ出てきてさ、アボカドって絶対分からんでな、誰も。はい、らしいです、ワニなしらしいです。ちなみにアボカドはアボガドとも言われていますが、正式にはアボカドですね。アボガドやったらもう点々多すぎやんってなるもんな。アボカドが正解です。では次、栄養や効能について。アボカドは世界一栄養価が高い果物としてギネスにも登録されています。すごい。そうなん、こんな見た目してあんな味してんのにめっちゃ栄養素が高いらしいです。アボカド1個に1日の摂りたい栄養素がほとんど入っているらしいです。主に入っている栄養素はカリウム、ビタミン E、 食物繊維、不飽和脂肪酸などが入っています。カリウムは野菜や果物に多く含まれていて、アボカドに含まれる量は果物の中では一番です。すげえ。でカリウムは余分な塩分、ナトリウムを排出してくれる働きがあるため、血圧やむくみが気になる方に役立つ栄養素です。なるほどな。じゃあちょっとお年を召した女性とか取ったら、多分そのむくみと血圧のあれとかが多分その良くなるから、ええんやろな、ええんやろなとか言ってはい、で次、ビタミン E。 ビタミン E は若返りのビタミンと呼ばれています。肌や血管の老化の原因となる、活性酸素の働きを抑えてくれる働きがあります。また活性酸素の酸化を防ぐことで動脈硬化を防ぐ働きも、効果があると言われています。はい、次、食物繊維ですね。食物繊維は結構耳にするし、多分なんとなく分かってると思うんですけど、食物繊維は便秘の解消や腸内環境を整えるのに役立つだけではなく、血糖値の急激な上昇を防いだり、コレステロールの吸収を防げたりする働きがあります。アボカドは2分の1個で、だから半分で 3.9g もの
食物繊維が含まれます。これはなんと食物繊維の多いイメージのある同量のごぼうとほぼ同じ量を摂ることができます。めっちゃいいやん。ごぼうをさ、だってそんなにいっぱい食べようと思ったら結構むずいやん。いちいち料理しなあかんし。だけどアボカドやったら、しかも半分で、しかも生で食べれるし、めっちゃ簡単やん。皮むくだけで、ごぼうと同じ食物繊維の量を摂れるらしいです。すごいですね。はい、次いきます。不飽和脂肪酸とは、森のバターと言われている通り、アボカド1個に20% ほどの脂質があります。脂質は敬遠しがちですが、実はアボカドの脂質は体にいい働きをしてくれます。そう、油やからって言ってみんななんかこう嫌わんといてってことやね。アボカドに含まれる脂質はほとんどが不飽和脂肪酸と言われる脂質で、脂質の中の不飽和脂肪酸っていう種類ってことやね。中でもオレイン酸が多く含まれます。オレイン酸はオリーブオイルでも含まれる脂肪酸で、善玉コレステロールを増やし、悪玉コレステロールを下げてくれる働きがあります。そういうの、普通の油使うよりオリーブオイルの方が体にいいとか言われるのと多分一緒で、そういうなんかこうナチュラルな多分オイルなんじゃない、このアボカドに入ってるオイルも多分ね。で、次は美味しいアボカドの見分け方を説明します。アボカドを買ってきても硬すぎたり柔らかすぎたりして美味しく食べられなかったという経験をしたことがある人も多いのではないでしょうか。私もあります。皮の色が緑ではなく黒っぽくなっているもの、なんかこう見た目的に黒かったらちょっと傷んでんじゃんと思うかもしれないですけど、まあ結構黒くなった方が食べ頃ですね。すぐ食べるのには食べ頃です。緑のやつはこれから熟すってことなので、黒みがかってる方がすぐ食べる方にはおすすめですね。手のひらで軽く触ってみたり、まあ指でちょっとこう優しく押してみてください。で、柔らかい食感になっているものが食べ頃ですね。で、あともう一個、ヘタと身の間に隙間ができているもの、言うたらだから今ここに手元にあるんですけど、ヘタって多分この上の部分と身の間だから、ちょっと触って空間がちょっとあるかなみたいな感じのものが、皮からじゃあちょっとさ、シュンってしぼんでる方が多分その食べ頃ってことなのかな。身がパンパンじゃなくてちょっとこうシュンってなってる感じ、みかんとかも多分同じじゃないですか。ちょっと柔らかいの、ふかふかっていうかさ、空気がちょっと入ってるじゃないけど、がみかんも美味しいじゃないですか。多分そういうのと同じだと思うんですけど。で、アボカドを触って柔らかすぎるものは熟してるので気をつけましょう。そう、私の経験談のようにドゥルンドゥルンのアボカドになってまうので、クチクチュって感じはあんまり良くないですね。で、アボカドの保存方法も紹介していきます。熟してないアボカドは風通しのいい冷暗所に常温保存してください。で、追熟させることができます。追熟っていうのはこれから熟させていけるよってことだから、冷蔵庫はあかんねん多分。追熟期間は3日から5日程度が目安です。だから3日から5日ぐらい寝かしといたらちょうどなるよっていうことですね。食べ頃のアボカドはポリ袋に入れて乾燥を防ぎ、冷蔵庫の野菜室で4日から5日程度保存可能です。あ、ちゃんと入れてあげなきゃな、パッサパサなってまうってことや。で、アボカドは15度以下で追熟が抑えられるので、まだ食べない場合もポリ袋に入れて口を閉じて野菜室に保存できます。はい、ということで最後にアボカドの切り方について説明していきたいと思います。では最後にアボカドの切り方について説明していきます。はい、ではまず種を避けてぐるりと一周皮に切れ目を入れます。種に沿わしといたらうまいこと丸ができるので皆さん試してみてください。で、今はこのこういうここに線入ってるけど、もう一回次反対に90度、こうやな、こうやってこうだから十字に、上から見たら十字か、十字になるようにもう一回ラインを入れていきます。こうやね、あーなるほどね。はい、切れ目をひねって身を緩ませ身を離します。うわ、買ったこの子。あ、はい、こんな感じで4等分になる感じですね。だからめちゃめちゃ硬いこのアボカド。はーい、あ、こうやったら手でピヨンって取れるねんな。ちょっと皮を取りますね。はい、そうですね。で、種を今みたいな感じでもう手で取っていってください。
で最後に手で皮を剥ける状態のアボカドなら手で剥いてください。多分このアボカド硬いから手で剥かれへんっぽいんやけど、ちょっと今日は硬いので包丁でいくけど、果物切るより硬い。このアボカド、リンゴとか切るより、はい、こんな感じでもう普通に皮剥く、他の果物と同じように皮を剥いていってくる。ちっちゃいからめっちゃ持つとこが剥きにくいね。めっちゃ身をいってもうた。ほんで、はい、ということでアボカドは剥けました。こんな感じです。もうほんまになしやな。これこそ見た目はほんまに洋なしって感じ。はい、完成です。本日はアボカドについてでした。アボカドの美味しい食べ方も前回の動画で発信していますので、ぜひそちらも見てみてください。それでは今回の動画は以上になります。フルーツファミリーは大阪此花区千鳥橋駅から徒歩3分、ほんまに駅からもう見えるぐらいの場所にあります。お近くの方はぜひ来てください。遠方でお店に来られないという方もご安心ください。厳選した新鮮なフルーツを概要リンクから注文できます。ぜひ一度お試しください。ではフルファミリーの皆さん、まったねー。